小山富雄ギャラリーの小山富雄と申します。えっ、ー、とね、1996年から26年間、小山富雄ギャラリーになってます。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえ。まずなんですけども、えーえー、ギャラリーという仕事はどういう使命と役割を持っていると考えでしょうかギャラリーという仕事自体は、えっ、ー、と、まあ、 いろんなギャラリー、まあ絵を売るっていうことが基本なんですけど、僕らの場合はプライマリーギャラリーって言って、アーティストから初めて出てきた作品を、えっ、ー、と、展示をして販売するということなんで、そのアーティストから出てくる作品をどうやって見せるかとか、そのアーティストをどうやって社会につな伝えていくかとか、そういったことをやっぱし一番初めにやる。で、その一番初めに出てきた作品っていうのが、やっぱそのアーティストにとってはすごく大事なものじゃないですか。で 一回一回新しい作品でそれを自分がどうやって変わっていくのかっていうのを見せれる時なんでそれをちゃんとこうある意味では正確にあの社会につなげていくっていうのが一番大きな役割だって思ってますね。まあそのギャラリストとして小山さんは、うん、どういう作家を常に扱いたいっていうふうに思いますかえっとねだから例えば僕的にはね 美術とは何かとか、絵とはこういうもんだとかっていう発想は全くなくて、アーティストがやっぱりその日々制作していくわけじゃないですか。その感じるのか考えるのか、いろんなパターンがあるかもしれないんですけども、そういった意味ではやっぱりそれを、それをこうちゃんと、えー、っと、自分の感覚とか思考みたいなものを研ぎ澄ませて、だけどそれだけじゃダメで、やっぱりその技術があって、 技術でもってなんか作品に仕上げていくっていうことが、えー、うまくこうバランスよくできてる人っていうのはやっぱし結構面白いかなって思うんですよね。でそこには全然その、えー、っと僕がこういった美術を扱いたいっていうことはなくて、まあ、あのまあ選ぶ段階でそういうのは出てきちゃうとは思うんですけど基本的にはその現象としてあの作家の出てきた作品となんでそれが一番多くを語ると思うんでそれがそういったことができる。うん 人がやっぱいいですよね例えばそのプライマリーで作品販売するとおっしゃいましたけど、うんえー、まだ市場に出てない作家の、うんはい、例えば値段を決めるとか、はい、それもちょっと大きな役割だと思うんですけども、はい、それはどういうふうにそれはね僕いつもあの難しいんですけどねやっぱ値段を決めるっていうのはだけどやっぱし一番初めに展覧会をする作家がいるとするじゃないですか誰も知らない友達と親しか知らないっていうアーティストの場合は、うん やっぱりその、まあ、その年代とか、そのキャリアとか、そういうのを考えて、同じ世代がいるじゃないですか。うん、そういった人たちよりも安くする。うん、で、売れるっていうことが一番初め大事で、うん、初めに展覧会って売れた時に、その買ってくれた人たちは、そのアーティストのファンじゃないですか。うん、一番こう守ってくれる人たちだと思うんで、そういったのを増やしていくっていうのは、やっぱし結構、うん、大事かなと思ってるんで、うん、そんなには高くしないです、ね。なるほど。はい 売れたら高くしていく。売れたら高くしていく。という感じです。例えばそのセカンダリマーケットで、うん、あの作家の作品が急にバーンとすごいがなっら大変ですよね。それはギャラリーとして大変ですよね。はい、そうですね。やっぱりそのマーケットで高くマーケットがオークションとかで高くなるじゃないですか。そうするとそのアーティストの作品が100万円で売ってたものが例えば300万とか500万とかにオークションになっちゃったりすると次に発表するときに100万円で発表すると あのー、いわゆる買う人たちが。えー、っとそういわゆる。その好きで買うっていう段階からこの作品を買うと高くなるかもしれない。っていうのは買う人はまあ、投資的なことを考える人たちもいるし、えー、っと。まあずっと好きな人もいる。そのパーセンテージがちょっと変わってきちゃうんですよね。さあ、そこら辺がまあ、だけど、その要素っていうのも多分すごく大事だと思ったりするので、そこら辺をこううまくバランスよくやるのが一番難しいところなんですけど。 それが大変です。そんなにね、そんなまだいないんですけど、最近、最近ちょこちょこっと、そういうアーティストが出てきちゃったんで、それをまあどうしていくかっていうことで,、ね、ですね。うん。うん。今度はその、買う側として、あの、アートを購入する上で最も大切にすべきことは何人だと、はい。あ、昨日もね、なんか企業の人と話したんです。企業の、まあ、社長さんがコレクションしたいんだけどっていう時に話したんですけど、やっぱしね、一番失敗じゃないのは、 好きなものを買うことなんですよ。自分の好きなものを買うことって簡単に言うけど、好きなものがどれか分かんないっていうの現状なんですけど、だけど好きなものをいろんなものを見て好きなものを見つけて、それを買うっていうことだけが失敗じゃないですね。なるほど。それがら、ね、値段が安くなろうが、高くなろうが、人にケチつけられようが、自分が好きだったらそれは コレクションとしては成功なんですよ。なるほどね。そう思いません、ね、うん。それが一番いいと思う。思います。それはもう確かな尺度だと思います。え、先ほどそのプライマリーセールって話があったんですけど、プライマリーセールってギャラリーから作品を買うということの意味はどういうこと、はい、あなかなそれはだからね、僕らはその一番本当にアトリエから出てきた作品を売るじゃないですか。でそれはまあ、個人の方とか、まあ美術館ってことはあんまり始めた時はないと思うんですけど、 それを売るっていうことはやっぱりその、えー、っと、社会的なお金っていうものと美術作品を交換するっていうことをやるわけじゃないですか。うん、そうすると、今までスタジオとかアトリエの中にあった時は、アーティストのもので、それをまあもうギャラリーがいいねいいねって言ってるだけなんですけど、それがお客さんがいて、例えば50万円っていう値段で交換されると、 その絵は50万円という社会的価値を持つわけですよ。うんうん、そうすると、絵、うん、っていうものとはだけではない違う要素が加わるんで、うんうん、そういった種をまくっていう感じですかね。なるほどね。うん、そんでその後セカンダリとか人気が出てくれば動いていくわけでしょ。うんうん、それがやっぱり全体としてのこうアーティストの面を作っていくわけですね。線から面になってる感じがあるんで、うんうん、その第一歩なんですよ。 じゃあそのアートコレクションすることの楽しみはどんなところに、うん、楽しみはねだから一番楽しみはアーティストがいるってことでしょ、うん、でアーティストとしその,の絵を作った人が目の前にい,るいたりするわけじゃないですかそれはその人と話すこともできるし、うん、いろんなことを他の絵についてじゃなくてもいいですよなんかいろんなことについて話すこともできたりするのとあとはその買った人たちのこう仲間がいたりするじゃないですか。うん そういった人たちと話せるっていうのは結構面白いんじゃないですかね。なるほど。確かに。まあ、最近ね、コロナであんまりやれつくレセプションがあるとね、アーテトが在来をしてたりして、話せるチャンスですもんね。そうですよね。ちょっと大きなテーマですけど、アートとは小山さんの人生にとって、アートとはっていうことを考えるようにしてるんですよ。アートとはっていうのを考えちゃうと、難しくなっちゃうじゃない。 アートっていうのはやっぱりみんないろんなアーティストで、アーティストも考えるかもしれないけど、そのコレクターの人もそうだし、美術館の人もそうだし、それぞれにこう時々面白い自分の見つけたアート作品があるわけですだ。から、それは作品であるべきだと思うんですけど、そこがあの、つながってってアートっていう全体の社会のものになっていくと思うんで、それがのつながりです。本当に作品があって、うん それをこう楽しんでいく世界っていうのが全体としてアートっていう世界を作ってんじゃないかなっていう気はします作家も楽しんで絵描くしコレクターも面白がって絵を見るしもちろん苦しいっていうこともあるかもしれないですけどそれによって成り立ってる感じですかね昨今そののアートマーケットについて何か思いなのは、ええええ、最近はだけどそのほら NFT とか よく言われるじゃないですか。よく僕も聞かれるんですよ。NFT なんてどうなんですかって聞かれるんですけど。NFT も一つのフィールドなんだから、もしかしたら面白いのが出てくるかもしれないですよ。例えば、写真とかさ、インスタレーションとかさ、そういうので面白いのって始め、どうだこれはアートなのかっていう議論ってあったじゃないですか、多分。そんなことは、もちろん、それで面白いのも出てくるわけですよ。NFT とかメタバースの空間を使って、 面白いアプローチをしてくるアーティストってやっぱしいると思うんですよね。うん、だからその展覧会を使ってデュシャンがああいうペンキを使ったような感じでとてつもないことをやるやつが出てくるかもしれないんでそれはまた交互期待なんじゃないですかね。そうですね。うん、なんか革新的なね。革新的なことができたら面白い。うん、それは面白いですよね。うんうん、えー、ちょっと最後になりますけども小山さんこれからのギャラリーの計画とかなんか展望みたいなものありますかえ展望展望。 展望、展望ってあんまりないんだよね。もう続けていくのみ。あんまり目標は、なんかその目標さっき言ったようにその、作品とか自分の、まあ自分が好きなものを見せるってもあるし、アーティストが見せたいものを見せるってもあるけど、そういったものを確実にやっていくっていうことの方が面白いかなって思ってますね。なるほど、ね。売り上げがいくらとかあんまり考えない。あんまり考えないタイプなんで、<laughs> あのちょっと良くないですね。だけど、そうだけどそういったものを着実に。 いい展覧会とかをやっていくっていうのは一番僕にとっての望みですね。作家たちと一体なんかを作って。そうですね。それができたらいいかなと思います。その世の中に正しく送り出すというか。うんうん、であと、アーティストがやっぱりちょっとこう、だんだん認められていくっていう状況っていうのはもっと増やしていきたい。で、うん、それはね、やっぱし嬉しいもんなんですよね。うん、だからそれをやりたいなと思ったりしてます。うん、最近そら、44歳で工藤真紀子ちゃんっていうのがさ、ちゃんと工藤真紀子さんっていうのが、うん、 古典を美術館でやったんですよ。うん、だからそういう美術館でやると、やっぱりいろんな人たちが見てくれるんですね。うん、全然彼女のことを知らない人が見てくれて、いろいろ行ったり、行ったりしてくれたりするんで、そういったものっていうのはもっともっとね、日本って美術館いっぱいあるじゃないですか。うん、どんどんできたらいいかなっていうふうに思ってますね。すそれの友達のギャラリーの人たちとも話してて、うん、若いなって人をどんどん美術館でやるっていうのは、うん やったらいいなと思ったりしてるんです。そうですね。<う>日本本当に箱物制作でね。そうそう。水が全,全都道府県にあるでしょうん、ありますよね。うん、だからそれはやっぱりもっとどんどん使っていった方がいいかなっていう気は、使っていった方がいいなんて言うと怒られるかもしれないけど、あの、いろんな個展を、をアーティストの個展とかやっていったらいいかなとなるほど。グループ展ってこう、テーマを決めてやるじゃないはい。それ、アーティストってやっぱ高校だと思うんだよね。で、個々があって、まあもちろんグループ展も時々やっていいけど、 古典知能を結構やっていくといいかな、うん、とは思いますね。わかりました。ありがとうございました。